皆さんこんばんは。新潟ローカルニュースウィンプラスの時間です。師走の街がイルミネーションで鮮やかさを増す季節になりました。この12月1日、県内各地では様々なイベントが行われました。今日はその話題をお届けします。まずは燕市で行われた燕ママフェス第6回の模様をお届けいたします。このイベントは自ら起業を目指す女性を応援することを目的とし、さらに地域に根ざしたフリーマーケットの場を提供しようと始められたものです。イベント当日、多くの女性やお子さんを連れた家族連れで大変なにぎわいでした。会場ではガラポン抽選会やさまざまな商品の販売、そしてネイルメイク体験などが行われていたようです。それではこのイベントを開催された代表お二人のお話をお聞きください。今回のママフェスが第6回になりますけれども、毎回毎回大勢の方がいらっしゃってくださって、またやってまたやってっていうふうにお声掛けをいただいて、そんなところから今回6回目まで、来ましたね。私たちが一番やりたかった地域に根ざした、フリーマーケット、イベントですね。そういったものができてるんじゃないかなと思います。あと私たちは他のフリマと違って勉強会を必ずやる、そして出展するだけじゃなくって、必ずそこには勉強をして、自分たちがマーケティングだとかウェブだとかをきちんとやった中でお客様に来場いただくっていうのを大事にしてきた形にが皆さんが受け入れてくださってるのかなと思っています。子育て世代のママさんたちがとっても楽しめるイベントになっておりますので、ぜひいらしてください。すいません、見とれてしまいましたが、続きまして次のニュースです。県央メッセピアでは燕三条 in グルメサーカスが開催されました。こちらは全国のうまいものを一堂に集め、皆さんに楽しんでいただきたいというイベントです。また地元の方々が参加するエンターテインメント、ダンスやよさこいなども披露されたようです。では濱田さんのお話をお聞きください。はい、グルメサーカスの濱田と申します。今回新潟には初めて来たんですが、毎年ずっといろんなところをずっと町おこしで回ってます。で、ここの三条でのメッセピアで、グルメとエンターテインメントのイベントとして、町おこし全体のイベントなんですけど、町の、よさこいだとか、ダンスチーム、皆さん参加していただいて、かなり盛り上がっていると思うんですけど、はい、またこれを機にずっと全国が回るんですが、新潟にも年に一度来たいなという思いでやっています。グルメサーカス代表濱田浩一さんのお話でした。さあ最後はメッセピアの隣、三条商工会議所1階で行われたハンドクラフト作家雑貨店によるイベントの模様をお伝えいたします。県内のハンドクラフト作家や雑貨45店舗が一堂に会し、クリスマスを前に多くのお子さんたちも来場しておりました。来場者の方々は作品を手に取ったり、また作り方についての情報交換をするなど、大変有意義な時間を楽しんでおられました。それではこのイベントを切り盛りされた鈴木さんのお話をお聞きください。手作り大好きな方が集まって、最初30店舗ぐらいから始めたんですね。で、今はもう50店舗になったんですけど、こういう発表の場が県央にはなかったので、じゃあここで立ち上げようっていうことで、みんなで、話し合ってやったのでカントリーブルー鈴木敏子さんのお話でした。また当日はこのようなお茶が用意され、おもてなしの心にあふれたイベントとなっておりました。12月、いよいよ今年も残すところあとわずか1ヶ月となりました。皆さんもお風邪などお召しになさらぬように。最後は新潟市バンダイバスセンター2階、バンダイシティパークで開催中のバンダイロマンティックサーカス2013をご覧いただきながらお別れです。それではまた